はい、今日のお客様を改めて紹介したいと思います。 ARB の石橋亮さんです。どうもこんばんは。でもさっきね、石橋亮さんですって紹介したときに ARB の石橋亮ですって言われたときに、なんかやっぱりバンドに対する思いやりを感じましたね。いやいや、もう総で11年来ましたからね、はい、いやいくら映画出たって俺は ARB の石橋なんだというのがね、あの短い言葉の中に感じましたね、はい、そうですか。改めて紹介したとき僕は、ARB と言わなくてはいけない。だからもうその、ARB っていうね、はい、バンドを本当に広告のためっていうところで増田優作さんからアホーマンスっていう映画を紹介してもらったんですけど、いや僕ね、はい、前も何回かこうポツポツポツとお会いしたことあるんですけど、はい、もっと年いってる思ってますよ、よく言われるんですよ。で全然まあその時年聞かへんから、はい、自分の思う感じで言ってたんですよ、はい、同じですよね。同じぐらいなんですよ、はい、で資料を見てね、はい、あれ同い年ぐらいやこのおっさんと思ったんですよ。いや今そう思えばそうや一緒ぐらいでも不思議やないなと思うんですけど、昔僕ら、まあ、24ぐらいの時もお会いしてたでしょ、はい、そうですね。その時におっさんや思ってました。いやよく言われるんですよ。でこの間大阪の方のラジオ番組で、はい、藤本義一さんの奥さんがやってる番組やんですよ、はい、奥様向きの番組、はい、FM でやってる、FM で、はい、それでお邪魔して、で前の LP のジャケットをずっと見せたらしいんですよ、はい、で中に入ってお話してて、石橋さん失礼ですけどお年はいくつですかって言ったら、その時まだ29でしたから、はい、29ですけどしたら、って言うんですよ、はい、私まだ42歳からと思ってそれはひどい。何を言うねん、それはひどいね。それはひどいけど僕は36、7やと。ああ、だからいつもメンバーの中でキスは知ってますよね。どうしてこのどうしてはい、キスがまあ一応上なんですけども、はい、一番上見られるんですよバンドの中で。ああ、この方がすごくね老けて見えるでしょ。そうです ね。その上には見られますからね。ねえ、いやー同い年くらいとは思わへんかった。丁寧ですね昔から。そうですか。いやバンドみたいななんかガラ悪そうですよ、なんか暴力的ですよ暴力的ですよ、なんか、ねえてめえっていう感じですよ、ところが、昔から丁寧ですよね。だからどこ行ってもねその取材受けるでしょ、そうすると石破さんあんまりこうロックミュージシャン僕ないですって言われるんですよ。大体こうロックミュージシャンじゃこうね髪つったてて、髪染めて、革ジャン着てね、こうやってほらよっていうのが多いでしょ、でこうやって普通に話すとなんか違いますねって言われるんですよ。丁寧ですもんね。でも丁寧な方がかっこいいですよね。だから切れたらもうなりますけどね。そう切れたら誰でもなりますけどね、腹立ってんのにオタクとか言ってられますからねそうですよ誰だってそうですよ。八百屋のおっさんでも切れたら怒りますからねただ今やっぱ俺30代から30ちょっといたぐらいの人ってかっこいい子いいでしょ、2枚目の俳優さんみたいな子、人気ある人、ああいう方っていうのはみんな丁寧ですね、一応だから伏線じゃないですか。伏線引いといて、例えば面識初めての時に、そういう挨拶とかはこうやっといて、で例えば現場一緒になるでしょ、でもし何かあった時には消すまくるっていうのが、俺は誠意を見せておくと先にそういう何ですか礼節っていうのは、こっちに落ち度がないようにしてると、向こうに落ち度があったら消すまくったら怖いですよ逆に言うと。いやでもそれでね、なんかもう来ましたから今さらなんかこう変えられないっていうか腹立ついますよいいでしょ。例えばこう石破さんみたいなこうなるとゲストに来てほしいと、いやお願いしますわという気持ちがあるでしょ。ただ自分たちで大阪でも番組やると、まあ、別にいらんやついるでしょ、こんなロックミュージシャン売れてへんとデビューしたばっかりいらんやないかと。でもまあレコード会社がぜひぜひ入れてくれって、ほんなら入れようかとか言えるでしょ、でこっちもいらんのですよ、そしたら何を勘違いしたか来てね、いきなり絡まれるんですよ、こうやってとか言ってで音楽いつから始めたんですか、覚えてねえよみたいなね、あれ腹立ちますねあれほんまあれ、まあ言いましたけどね、北海道出身のなんかヘビメタやみたいな、ヘビメタやで、考えててもね本番前はやっぱよろしくお願いします、言うといて、います何に聞いてもファーってやる、そう年いくつですかファーって出身どこですかファーク殴ったろお前ね、ケリですよそんなもん。いやだから本番前にお願いしますって言うといてね、ほんで始まったら言うてて終わったらありがとうございましたっていう、ヘビメタのバンドもいるでしょ、あれですごい好感持てるんですよね、その営業でやってるからね、そう頑張ってんな、ステージは出たら勝負やからステージは成したって言うわけでしょ、他の先輩のバンドに失礼があってもええわけやけど、その始まる前に先輩にはお願いしますっていうのはこうやっぱ常識でしょ。そうですね、それがほんまにね
一回ラジオでね、そうですね、ラジオでほんまにね、みんな戦闘態勢に入ったことありますよ。そうですか。芝居太郎これはやらない。やらなかんで。俺がね、クワーッと戦機できてたらね、うん、前でディレクターがさっきね、ボールペンこう持ち出したから、これはいかんな、思ってね。手回してた。思わず僕は前で、あ、まあ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 、ええやないか、まあ、大人げないことすなと思いながら。足蹴り合ってた。手やりながら蹴り合ってた。あるでしょ、そういうの。でも。いわゆるもう、その、リゼントして、革ジャン着て、はい、あのね、車かバイク乗ってて、はい、で、人と会うとこうやって、おー、俺はよ、お前、塾でどうのこうの。これが一応、ロックミシャンのあれなんですよ。で、その歌の内容聞くと、俺の車にベイビー乗らないかし、で、どこ行くんやつね。全部行くとこ決まってるんですよ。それ込みか、そのね、その横浜かどっか行って、そのドライブしようぜっていう歌しかないんですよ。はいはいはい、まあ、それはそれでね、はい、楽しんでる人もいるから、はい、いいけど、もっともっとやっぱりその、ね、普通の生活してていっぱいありますからね、歌。そう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 。歌ってる。そう、チャラチャラした歌多いでしょ、ね、うん、違いますよね。だから、そういうのはあっていいと思うんですけどね、全部がそういうふうにイメージ取られたら、やっぱり、ね、きついですよね。ね、薄っぺらいロックが多いですよね。そうですね。ね、あんな聞いてると腹立ってきますね。うん、やっぱりちゃんとメッセージがないとね。ね、石橋の歌にもありますよね。一応なんかね、こう、いや、押し付けじゃないですけどもね、なんかこう思ったことを正直に歌うとあれなんですよ。あったかい歌もあるでしょ。ええ、なんか普通の男と女のラブソングもありますからね。あ、その中でワークソングとか、例えば戦争とかの歌を歌うと、まあ ARB っていうのは。そのメッセージ歌ってるバンド、社会的なバンドっていうところで、一応こっちの隅の方に追われるんですよ。ああ、で、売れないバンドだっていうレッテル貼られて。ああ、うん、でもやっぱりいいですよ。そうですか。あんまり真剣に長く聞いたことないんですけどね、正直言いますよ。でもあの何曲かね、東京シティワイのあれでしょ、ね、そうですね。よかった、今ホッとします、ね、そうですか。当たってないよ、大丈夫か。一度ばしか勝負ですから、ね、そうですか。いや、今もう一曲心にやるんですけど、一度ばしか勝負に出ようかな思いながらね。いや、どうぞ言ってください。もしもしこれが違うと人の歌やったからしゃれならんな思いながら。いや、構いませんよ、そんなの。あ、そうですか。僕は温厚ですから。よし、一度ばしか勝負に出てみますわ。あの、おやじの靴を履いていった。そうですよ。でしょ。本当に上がった。ありがとう。あの歌いい歌ですね。そうですか。いや、イメージちゃうで、ちょっとね。でもまんまですよ。いや、でもあったかいですよ、あの歌は。あのね、こんな間失礼かもしれんけどね、なんかその、動揺に近いものがありますよね。なんかあのホッとするね。だから、あの、今までそのついてるイメージがあるからと思うんですよね。例えばロックミュージシャンっていうのは、例えばそのセックスの歌とか、はい、車の歌とか、はい、ね、はい、あのドラッグの歌を歌えば、はい、ロックミュージシャンっていうイメージがあると思うんですよ、はい、それは確かにね、そのそういう歌も向こう外国のもんでも多いけど、はい、もうちょっとなんかね、ありますよね、感じることがあるでしょ、うん、まずそのロックミュージシャンがその親族を出したタブーだってとかあるんですよ。あ、親族の歌を出したらダメだっていう、うん、だからダディシューズっていうあの親父の靴の歌なんですけど、親父が昔履いてた靴を、はい、息子が引っ張り出して、そうですね、もっぺん履いてみると、うん、ちょっとガバガバやけど、素敵な歌ですもんね。それを例えばロックミュージシャンが歌うとなんかあるんですよ、ダサいとか。はあ、うん、ロックミュージシャンっていうのは出して自分のまあスケですよね、女まで、うん、そのスケっていうか、ね、やっぱあるんですよ、イメージとして。あ、自分のスケ以外は出したらなんと、出したかんと、かっこ悪い、かっこ悪い、親父とかおふくろとか、自分の兄弟とか出したらタブーだって。妹とか親戚とかおじいちゃんとか出したらそれはもう岡林の世界だって。そうそうそう、あとは演歌の世界だって。違うんだと、お前の秘密の声。
も残し続ける、夜さまよう夢追い人の叫びはノイズに紛れてゆく、目覚まし時計が鳴るまでの恋いつまでも続く、わけはないだろう、少しだけ悲しい話だね、言葉は何もいらない、お前の心のぬくもりに触れさせて、ですか音楽やりだしたの。音楽ですか。そのバンドを組んだのは高校入ってからですけどね。高校ってのはあの九州。そうです。久留米ですか。はい。はあ、久留米って、ね、まあチェッカーズも久留米ですね。そうですね。松田聖子ちゃんとか。そうですね。久留米ってすごいですね、考えら。いやあのなんか最近ですよ。ね。あとあのシナンロケッツの相川真帆さんとか。ほな町的にはそんな大きない町やのに出てる人間はすごいですね。いやだから昔はもう全くあの商売の町ですからね。あのタイヤと久留米がそういうのタイヤ工場があるんですよ、ね、ブリヂストンですね、ね、はい、いっぺん久留米行ったんですよ。あそうですか。これ自慢はブリヂストンの本社があるんですとか言ってね、あれはすごいんですよ、そう見たないそうそうそう、やたらに久留米の人ってブリヂストン自慢しますよね。そうだからそうしかなかったんですよ、ゴムとかすりしか。あだからあのよく昔から大阪商人が下を巻くっていうのが、はい、その久留米商人だっていうところで、あその商売の町だっていう。だから若者はもう全然その遊べない、だからみんなの博多に行って博多にあるライブハウスでやってたんですよ。はい、博多行ってたんですか。ね、あの博多にあった昭和っていうね、一応もう登竜門みたいなライブハウスがあって、はい、プロになるっていうのはもう最初は決めてましたからね、中学の時から。ああそうですか。中学に入ってから最初のその仕事っていうのが映画評論家だったんですよ。え？映画評論家になっちゃろうって。それ何を見て？何を見てっていうか。いや久留米で映画評論家になれないでしょ。なれますよ。久留米でという言い方は失礼ですけど、久留米にいる人間がいや仕事っていうのは身の回りにあるもんやっぱ考えるもんですよ。いやだからその窓拭きとかね、魚の荷下ろし やりましたけど、なんかもうちょっと違うことしたいなっていうのがあって。映画評論家だ、はい、映画は好きやった。好きだったんですよ、小学校の時から好きでしたから。へだから小学校でやっぱり校則で、よくありますね、校則が一人で街に行っちゃいけないとか、はいはいはい、ましてその映画館に入っちゃいけないとか、はい、やっぱり自分で一人で行ってあの映画館に行くんだけど、小学生だと売ってくれないんですよチケット、はい、だからずっとその映画館の前でこうやって待ってて、夫婦門とか、はい、アベックが通ると寄ってって、すいませんけども一緒にこう、まあ、自分の、ね、息子みたいな顔してチケットを買ってくれって、はで買ってもらって中で別れて一日中映画館の中で遊んでましたから。小学校で、はい、とんでもない少年ですそうですかとんでもない少年ですよ、まあ、不良ですかね。そんな不良ですよ。僕ら小学生ではアイススケートしてましたもん。ああまだ正しい道あるんでしょどっちか正しいけど、あんまり変わんないですけどね。小学校で一人で行くっていうのは気色悪いですよ。そうですか。好きだったんですね、あの真っ暗で。
映画が好き、うん、であとあの吸えた匂いが好きだったですね、うん、タバコとか。役者になるとか思わなかった？全然思わなかったです。ただ自分でその見た映画をあのノートにこう感想を書いて、クソ生意気に感想書いて、批評して、批評してあいつは芝居下手だったとか、この監督はいいとか点数つけて、はあ、で中学に入って友達とその勝手に同好会作りましてね、3人ぐらいで。中学で、映画同好会、あら。でまあホールと映画館といくつかこうね顔見知りになって、そのフリーでフリーパスで映画に入れるんだ。映画になって、あらすごいですね。そうですか。なんかやっぱ小学校の時から一本筋が通ってた。筋通ってた。小学校の時は自分の将来こうしようと決めてるやついませんよ、あんまり。そうですかね。小学校じゃボーケーしてるもんですよ。多分ね、あのあれですよ、あの兄弟が5人ですよ、はい、自分含めて5人ですよ、全部男ばっかりの、はい、で上の兄貴たちがその大学行ったりサラリーマンになったりして、はい、だから自分だけはなんか違うことしたいなっていうのがあったんですね。それ小学校の時にそういうことを考えて映画を見て日をこう日を書くという、それはちょっと得意な少年ですよ。そうですかね。普通小学校の時考えることって大したこと考えませんもん、うん、俺なんで生まれてきてんやろ、ね、なんでもっと金持ちの家生まれへんかったんやろと、うちのおかん怖いなとかね、その程度ですよ。そうですか。ほんで音楽やって九州で、福岡で、バリバリやりだして初めて。ただやっぱり食えないですからね、でなかなかチャンスなくて、で最後に続いた仕事があのイタリアンレストランだったんですよ。え？イタリアンレストランで音楽やってたんですか？いやいやいや、だからそのバイトですよ。あ、高校で出てきた。アマチュアバンドをやりながらバイトしてて、それが、まあいろいろやったんだけど、一番長く続いたのがイタリアンレストランのコックさんで。コックしてたんですか？はい。だから最初はあの張り紙が貼ってあって、あの皿洗い募集、はい、でそれでまあ最初は皿洗いですよね、ずっと皿洗ってて、あとはその結構本格的な店でしたから、いろいろその例えばピザに乗せるねエビとか、はい、イカの皮むきですよ終日、はい、あとニンニクのね、はい、あれとか、それをずっとやってて、そんな長く続けるつもりなかったんだけど、なかなかチャンスがなくてですね、そのプロのでやってきて、はい、音楽の、うん、でいつの間にか1年半ぐらい経ってたら、もうマスターが言うわけですよ、もう音楽諦めてそのコックになれと。俺がイタリアで修行を出すから、はい、イタリアで修行して帰ってきたら店をね、なんとなくこうやらせるからって。店お前任しとくか、ね、イタリア行ってこい、ね、美味しい話ですやん。いやでもやっぱりね、ずっとそのミュージシャンで行きたいっていうのが、まあ高校入ってからですけどもありましたから、それを振り切った。うん、だから半分ちょっとね、そのやっぱりあんまりもチャンスなかったもんですから、はい、やっぱりそのコックの方がいいかなっていう、ちょっと前はありましたね。その時に今、まああのあるラジオ局のディレクターから、実はこういうあのバンドが東京でできるんだけど、ボーカルでオーディション受けてみないかっていう。あ、 ARB っていうのは東京でできるから。そうです。だからいろんなバンドやってた人たちがあの解散したりして、はい、新たに作ったバンドが ARB だったんですよ、はい、でそこのボーカルのオーディションで自分があの参加して、はい、でまあ受かったんですけどね。テスト受けた、ね、変わった形ですよね。そうですね、普通こうやって福岡でやってたら、そこでなんか頑張ってきてちょっと名前上がってきて、東京から東京出てきてみないかっていうパターンが多いでしょ。そういうなんかスカウトのケースが多いんですけどね、はい、一人で行きます。オーディション受けて、へえ、もうコックさん蹴って、だからその時がもしそのオーディション受かんなかったら帰ってきてまたそのコックをやるかなっていう分かれ目やね、人生ね。そうですね、ね、だもしその電話がなかったらもう今頃こう白衣着てフライパン振ってますよ。こうやってますよ。やってますよ。ね、ほんで他の若い子にエビ横で向いてますよ。俺昔はミュージシャンだったんだよ。そうそうそう。歌おうか歌おうか。いや人の靴をと言う。そういう人じゃないきっとね。そうですね。ね。いじめてね、できてね。そうそうそう。バカ野郎だ。バカ野郎。俺はいっぱい間違いお前ロックミュージシャンだったの。そうそう。お前何やりたいんだよって指向きながら、役者になりたいんです、諦めろバカ野郎とか言いながらね、同じ道に出てこんだ。なるわけねえ、俺が店出したらお前チーフで雇ってやるからね。でもそういうのはありますよね。そうですね、そこでもうほんまタッチの差ですもんね、その電話がなかったら本当にそれやってたって、そうですね、電話があって東京出てきて、それはいくつですか東京出てきたの。まあ19の前ですね。あら、だからまだスカイメイト使いましたもん。まだスカイメイトで、スカイメイトでだからギターと、はい、とりあえずね荷物まとめてこうやって渋谷のあのスタジオがあったんですけど、はい、そこに行きましたね、はい、うん、親は全然反対しませんでした。いやもう親は、まあ、そのお袋一人ですからね、はい、その時もだからもう5人息子がいて全部でしょサラリーマンとかそういう、はいはい、
だからどうでもよかったんですね。ああ、みんなミュージシャンになるって親は困るけど、はい、まあ、5人いて1人ぐらいスカ出るわいと、スカ出る1人ぐらいがとんでもないこと考えられたらおるわいと、まあいいじゃないか。だからもうどうな、あんたは好きなこと何でもいいからやんなさい、一生懸命やってみなさいって、うん、恵まれてますもんね。いまだに来ますもん、おふくろ今67かな、はい、こうやって来ますよコンサートに ARB の。はあ、お母さんにもやっぱそういう血が流れてたんですね、きっとね。芸事のですか。え、芸事の。そうそうそう、なんかそういうそういうことをしたいとしたいっていう。だから、うん、あのみんなその5人が5人ともあの好きだったんですよ、音楽が。だからある時ね、お風呂がこう色気出しまして、あんたたちもあのフィンガーファイブみたいに という助っ人がいるんだよ。悪いな、本当に覚えてないんだ。じゃあ何か記憶喪失とかっていう、そんなバカか。医者はそう言ってた。てめえ口がねえのかよ。
寒くないのかそんな格好で。さっきはうちの若い奴らが失礼してすまなかったな。まあ一応うちの島に変なのが入ってくると当たりをつけなきゃいけないんで勘弁してくれ。俺は大島組の山崎道やってんだ。相手がヤクザもんでもビビられるんだな、あんた。関係ないですか。筋もんでもね、犬っころでもね、ましてや普通の素人さんでもね。困ったな。人間ですよ。いつか一杯やろうかな。山崎さん。浜朝日会の副会長だ。会長じゃないんですか。お前何考えてんだよ。こっちは組長取られたんですよ。それじゃあ手打ちにならんだろ。手打ち。あんた組長と一緒に俺をやろうと思えばやれたんだ。なぜだ。え、お前頭いいんだから考えろよ。これさ、もうこの町いない方がいいですよ。ふうさんの気持ちがいいところ他にありますから。迷惑かけました。いえ。それじゃ元気で。最初はあれなんですよ、あのベイスティールワーズって言いましたね、はい、ベイスティールワーズの日本版を作ろうっていう社長の狙いだったらしいんですよ。社長の狙い、こういうメンバーで。そうですよ。これがベイスティールワーズやろ。ベイスティールワーズですかこれ。はい、これベイスティールワーズ無理ですよ、こういうパターンはね。うん、だからちょっとね、そういう事務所側の考えと、はい、自分らが違ってきましたね、はい、だんだん、はい、で、まあ1年半ぐらいいましたけど、はい、じゃあどうするって。でやっぱりその生活は安定してましたけど、はい、まあ、ちょっと違うなってところで、じゃあやめます、じゃあバイバイっていうことで。それからちょっと辛い時期は。それからもうあれですよ、天国と地獄ですよ。やめといたらよかった思うような生活が始まったんですか。そうですね。ああ、給料もないし。全くなかったですね。で本当にもう無収入の時期が結構あって、だから本当ね、ずっとインスタント食品、はい、でもう3食ですね、はい、ずっとっていうのは1年ちょっとぐらい続いたんですよ、はあ、だからもうまあ九州時代はそこまではきつくなかったですからね、はい、東京来てからその質屋替えも覚えたりして。質屋行きました。行きましたよ。物持って、はい、時計とか、時計とか、あと自分が持ってるそのカセットとかね、はあ、でも何回も入れるわけですよ、はいはい、でやっぱりね、はいはい、でもうちょっと大体その七夜のおっさんが顔を覚えてて、でさっきあんたと似たようにこう黒い服着た人が来たよっていう、はい、サングラスかけて頭を剃ってる人だけどキースが来てるんですその前に。悲しいメンバーですね。悲しいメンバーですけどしょうがなかったです、全然ないですから。で他に例えばそのミュージシャンとして仕事ができるっちゅうあれでもないですからね、はい、例えばそのスタジオミュージシャンできるわけじゃないし、でもうその だけどそのバンドをやっていきたいから練習をしますね、うん、その練習行くそのバッシンさえないんですよ。だからそれでその質屋行ってそのバッシンとか、あと本とかね、うん、本売り行って、はい、でそんなの何もなんないでしょ、ね、一冊10円とか10円とかそれでバッシン稼いで行って、で練習終わったら歩いて帰ってきたりね、はあ、あともっとこう情けないのがレコードですけどね、はい、やっぱりもう最後に売るもんがレコードっていうところがありましたから、
これは打ったらいけない打ったらいけないっていう、まあ、その中でも絶対売らないのは、はい、まあ、未だ残ってますけど、はい、適当にこう選んでね、でレコード売り行って、やっぱり一応もうデビューしてましたからね、はい、なんとなく帽子深めにかぶってこうやって入ってて、で向こうがこう計算してる間にこうね、やっぱりそこにいるとこうなんとなく気まずいから、そのレコード並んでるとこ見に行くんですよ、はい、そう打ってたあるんですよ ARB はいはいはい、その時はさすがにやっぱりね情けなかったですね、はあ、自分のレコードはあんなに、うん、食うためにレコード食うためにかっていういやでもそんなそれだけでも楽しかった時でしょ、一番一番だから楽しかったし、自分がなんか本当にしたいことができたんですね。ね、我々もあの世界違いますけど同じですもんね、うん、やっぱりそれ一番苦しい時は金がない時って、うん、でも今あのその映画もね、はい、やっておられて自分の中、はい、まあ映画の評論家になりたかったんやけども、まあ映画という小学校の時は憧れてた世界で今できてるわけでしょ、はい、ね、あのアフォーマンス、はい、あれが一発目ですか。そうです、あの本格的なメジャーな映画っていうのはあれ本格一番最初ですね。ああ、で前もあの前にあの宇崎竜さんの、ね、はい、ね、ありましたよね、はい、あのデルターズカンパニーが3本立てで作って、はい、ピンクでしたけども、えらい借金できたみたいな。そうですか、ね、それは聞いてないですけど聞いてないですか。ありましたね、あれね、ああ、あれもいい役でしたもんね。あれはあのあれでしたね、あのやっぱり九州が出てきたアマチュアミュージシャンの話でしたから、なんとなくこう地でいけた部分ありましたけど、ね、今回はその役者としてそのアフォーマンスっていうのは初めて、はい、そうですね、いろいろ問題あった映画でしょ、監督は変わって、はい、松田さんが俺がやるとか言って、ね、はいはい、ね、どうでした。うん、やっぱり大変でしたね、慣れない世界っていうか、はあ、でも近いでしょ。うん、だからあの優作さんからはあのとりあえず芝居演技できないんだから、はい、するなと、はい、お前がその ARB でやってきたような感覚で現場に来てくれたらいいからっていうふうに、だそういう意味ではその芝居をこうあんまり伊作さんはつけられなかったというか、うん、でも深いところでは一緒でしょうね。そうそう、歌自分のイメージしたし、うん、特にそのチャラチャラしたね、ベイビーが彼女乗るよ横浜行こうぜという歌じゃないでしょ、だから案外自分がこれは言いたい、このイメージでこれは言いたいというのを信じて歌ってるから、案外訴えようとする部分は一緒やから、うん、そうですね、だから自分がそういうあの見てきて好きな映画がっていうのがやっぱりそういう、うん、映画ですよね、はい、そういう役者さんがやっぱり好きだし、はい、ええ、緊張しました。いやもうすごかったですね、ええ、優作さんという方はもうかっこいいけど怖いでしょ、やっぱり厳しいでしょ、映画とかになったらやっぱり、でもそうあったかい人ですよ、はあ、だから昔のその、会う前にですね、はい、松田さんのやっぱりイメージがありまして、はい、で怖い人だっていうのがありましたけど、実際会ってみると話してみるとやっぱ怖いんですよね。ただ怖さっていうのがこういう、ね、はい、怖さじゃなくてなんか凄さでしょ。そうですね、その人の凄さみたいな、はい、僕もね、もうやっぱ学生時代から松田さんが好きです好きです、もっとすごいパン、うんうん、会ったらすごく嬉しい、はい、あってもなんかね、うん、なんか打ち解けられないね、凄さみたいなですね、うん、なんかそうですね、でっかい人って、はい、すごいなこの人はっていう、だからまあ、まあ、物を作る上ですごい厳しい人ですね、はい、ただ他の部分ももうすごい温かい人ですし、自分で出来上がってみてどうでした、映画評論家として。いやこれはもう自分がその出てるから多分にあると思うんですけど、やっぱり正直な話、今自分が見たかった映画だったですね。もうは、発売してるんですね、ビデオの方も、ね、見ると思います。ぜひ皆さんね、あのアフォーマンス見ていただきたい、はい、買っていただきたいと思いますけどね、はい、お金ない方はレンタルビデオでね、はい、借りていただいてもいいんですよね、はい、ね、そうですね、あれでもいいんでしょうね。いいですよ、ね、別に帰ったらいいですよ、ね、そうです、とりあえず見てくれたらいいんですよね。ほんでこの間はなんかあのキョンキョンと一緒に、はい、だからその映画が終わってまだ公開前だったと思うんですけど、キョンキョンのやらないか、はい、話がこれすごいじゃないですか、役者ですよ、役者としてもこれ美味しい仕事が連続してますもん。そうですね、だからまあすごく大役ですからね今回も、ね、ええ、でまあARB っていうそのバンドを宣伝したいっていうところでアフォーマンス参加したんですけど、はい、それがなんとなくその自分でやってみて面白くなってきて、はい、なんか一言で言えばその気になったっていうか、俺やったらね、やったらないから俺やるやないです、はい、でももう一回じゃあ時間があったらやろうと思ってたんですよ、はい、で、この LP のレコーディングの最終日でしたけど、はい、監督さんとプロデューサーの人が来て、キョンキョンの相手役なんだけどこういう役があるけどやってみないかっていう、はあ、はい、いいですよね、キョンキョンっていいでしょ、僕知ってます、ね、確かに、アイドルじゃない感じでしょ、
違いますね。それがやっぱり一緒にやってみて、やっぱり特に思いましたけどね、うん、あの方違いますよね。素敵ですよね、うん、どうしてもやっぱりロック志向ですよね。ね、うん、だからそうですよね、うん、いつ前あの吉本のマネージャーが話した時にね、うん、いつ辞めようか、どうして辞めようか、どういうふうに辞めようかを考えてるんだよと。あ、本当にそれはすごいことだと思うんです ね、うん、ね、やっぱり我々の世界引き際感じやから、どうしようかって言って、うん、あんな若い女の子はね、うん、そんなこと考えてるし、この子はやっぱり、うんうん、単なるアイドルじゃねえ、うん、ねえなこいつだと思うよね、うん、でも今もちゃんとあの婚約をなさってますでしょ、はいはい、ね、お仕事を立派にしておられますよね、はい、これまだ間違ってたら怒られる、ね、いや大丈夫です。石川橋からかけてみようかな、はい、これね、人の名前言うときに本間間違うときあるでしょ、はい、ありません。我々の仕事でええ加減やからね。そうですね、でこう話しながら全く違う名前を言ってたりして、そう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 、全然違う人と挨拶して喋ってたりしてね、はい、あので公演口中、はい、原田美恵子さん、はい、合ってますね。合ってます。よかったな、はい、ね、もう2年ぐらい前から婚約。そうなんですよ。長い婚約ですね。そうですよね。だからもうそろそろ本当に婚約しといて飽きたらやめようってことじゃないですか。そんなことないですよ。一番汚いパターンやったことですよ。婚約しといて結婚したら慰謝料取られるからっていう。そんなことないです。でも僕ね、これこんな失礼な言い方かもしれんけど、女優さんと恋をするってあるでしょ、うん、なんか信じられへんな気がするんですよ、うん、なんか役者さんって役者でしょ、うん、こっち芝居しとんじゃうかなとか思いません？いや、それはないですよ。そうですか、うん、だからある種自分らだってそのステージ歌う時は曲によっちゃね、ああそのある種こう演じてる部分もあるでしょ。ああそれはだから普通の生活の中ではないですよ。ないですかね。ただあの一番こう、あ、この人は役者なんだな、女優さんだなっていうふうに思ったのはあのランを彼女がやってる時に、はい、あの楓の方っていうね、ですごい役なんですけどね、はい、でそのなんですか、ここにあるこう女性のこのあれでしょ、はい、刀じゃなくてなんですか、これはなんかありますね、うん、これを抜いて、はい、あのその侍をこう刺すシーンがあったらしくて、はい、それをずっとやってるわけですよ、練習で。でちょっと眉を剃ってましたからね、はい、天井を舞う、はい、眉を描くために、はい、でまあずっとこう家で練習してるんですよ、はい、で寝ててね、夜中でしたけどいきなりグッと起きてね、ガーッとやってるんですよ、はい、僕やられると思いましたからそれから一睡もできずに朝までタバコ吸いながらこうやって見てましたけどもね。それ気色悪いですね、でおまけに眉ないでしょ、はい、眉ないよ。女の人が横に夜中寝てたらバーッと、はい、こいつ行ったんかなと思いますもんね。そうですよ。へ、一緒に住んであるんですか。一緒に住んでました。もう長いこと。そうですね。ただもうずっとあれでしたね、すれ違いで。もうすれ違いや言いながら同じとこ2年ぐらい住んであるんですか。え、いますけど。それ席入れない、卑怯やわ。いや、だからもう入れますけどね。なんで入れないんですか。いや、理由ないんですよ。お互いに入れようと言わんから。じゃなくて、ずっと毎日あるんですよ、その明日行こうっていう気持ちが、ええ、ずるずると、ずるずると、タバコやめようと変わらんと思うんですよ。変わらないですか。明日こそは。そうかな。あの映画ですけど、そのアホーマンスをやり、はい、僕の女に手を出すのをやり、はい、そしていきなりキネマ旬報の新人男優賞、ええ、もらった。ええ、もらいました。これすごいですね。そうですね、すごい嬉しかったですね。ええ、その最初のあの優作さんからのあの話で、うん、ARB っていうバンドを続けていきたいならいつかその映画を使ってね、はい、もっともっといろんな人にあの知ってもらえっていう話で、はい、アホーマンス参加しましたから、はい、本当そういう時にはもう全然もうあのまして賞とかね、はい、思ってませんでしたし、はい、ただその日本やって、はい、今年のそのいろんな各賞のあれが出ましたよね、はい、そうするとなんかこう人間というのは欲深いもんでこう出てきて全部外れてるんですよ、はい、新人の、はい、このクソと思いましてね。その時になんか師匠取ってやろうと思ってたら木の順が決まって、はい、やったったやったったっ、よし、はい、今度は何取ったろとかまたあるんですか。やっぱり行きたいですね。主演男優賞取ったらじゃない行きたいですね。尾形剣がなんぼのもんじゃないというか、リアルになったらなんか行きたいですね。あ、はい、ね、でもやっぱそういう気持ちがないとダメですね、うん、ね、いや、あんまりね、賞自体が昔から縁がなくて、あの小学校の
運動会以来ですもん、仕込まれたの。AB 型ですよ。そうですか、関係ありますかそれは。関係ないです。AB 型っちゅうのはね、そんなもんね、別にええわいと思って背を向けてきたんです。なぜかというか、そういうのに恵まれなかった。恵まれなかったから。恵まれへんとね、背を向けるんですよ。ええわい、どっちみちええわい、こんなもん。そんなもん関係ないんじゃ、俺は責任分からせたらとか思うタイプですよ。うん、そうですね。ね、言ってもらうと、3つで。そうそうそう。ありがたい。ありがたいなんですよね。ね。今日はありがとうございました。どうもございました。これからもあの気合いで頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。とんがって、とんがって。はい、はい、お願いします。どうもありがとうございました。やめば全てうまくいう